日本記録とかっていうよりは自己ベストを更新していければおのずと日本記録とか近づいてくると思うので。日本人1位と、まあ、2時間5分台を出せたっていうのは自分の中でいい経験だったかなとは思っています。日本記録とかっていうよりは自己ベストを更新していければおのずと日本記録とか近づいてくると思うので、まあ、次出るレースだったりは日本記録ではなく自己ベストっていうところを目標にしてやっていくと自分は思います。今回のマラソン練習では、過去2回やらなかった、まあ、コロナの関係でできなかった海外合宿に行ったっていうことが一番大きな要因かなと自分は思っています。そこでしっかり足を作って、まあ、その後、まあ、昨年の大阪前よりも、スピード的に、まあ、少し上げた準備ができていたのかなと思っています。その15キロまでにもういっぱいいっぱいになったというか、やっぱりハイペースすぎてそのまま押していけなかったのは自分の弱さでもあり、それだけ世界の壁っていうのは大きいっていうのを痛感させられました。あの野口みずきさんにレース後会えたんですけれども、はい、みずきの記録をみずきが切ってよって真顔で言われて、あのすごく嬉しかった気持ちもあるんですけど、その期待をもっともっと応えれるように頑張りたいなっていう気持ちが本当に強かったです。